終わらせてやる。じゃあな。先は長い。行くぞ。考えんの、やめた。あんたたち、ドナーを見かけなかったか。ドナー見てないっすよ。どうしたんだ。森に入ってからはぐれちまって。くそ、どこ行っちまったんだ。落ち着く。でもあいつにもしものことがあったら。取り乱して無駄口を叩いても何の解決にもならん。今はドナーの無事を信じて全力で探すことだな。でもガードが取り乱していたら召喚士はどうする。そうですね、手伝いが必要が。いいえ、一人で大丈夫です。アーロンさん、ありがとうございます。どうした。ああ、元気出してって言おうと思っただけ。虹のごとく色を変える蝶が旅人を秘密へと誘う。雑魚は邪魔すんなっつの。
そこまでだ。常にこうありたいものだな。一気に決めましょう。終わりだ。シーモア・グアドロース、ご成婚。高いと思うか？ちょっと待て。確か、この辺りだ。なんすか？見せたいものがある。でも、アーロンさん。すぐに済む。ここって普通の水じゃないのか？スフィアの原料となる水だ。人の思いを封じ、とどめる力がある。なんだ？思いが集まる場所は魔物が生まれやすい。Wait.
じゃ。随分古いな。こりゃ中身消えてっかもな。10年前、ジェクトが残したスピアだ。見てみろ。おう。お前、何を取ってるんだ。よくわからねえが、長い旅になるんだろう。珍しいものもたくさん見れそうだ。となりゃ全部スフィアに記録しといて、女房とガキにも見せてやらねえとよ。この旅は遊びではないんだぞ。しかしブラスカよ、真と戦う召喚士様の出発だってのに、これじゃなんだか夜逃げみたいじゃねえか。これでいいさ。見送りが多すぎるとかえって決意が鈍りかねない。そんなもんかね。ま、おめえがここに帰るときにはもうちょい賑やかになるだろうさ。シンを倒した英雄として派手に凱旋パレードや。そろそろ行こう。夜が明けてしまう。アーロン、もう少し寄ってくれ。よし、それでいい。そんな嫌がんなよ、堅物。うるさい。ブラスカ、お前も映っとけよ。ユーナちゃんへのいい土産になるぞ。そうだな。
ブラスカ様、こんなことをしていては時間がいくらあっても足りません。なーに焦ってんだか。この旅がどういうものだか教えてやろう。アーロン、なんだよ、何楽しそうにしてんだよ。続きあるみたいだよ。よう、おめえがこれを見てるってことは俺と同じようにスピラに来ちまったわけだな。帰る方法がわからなくてピーピー泣いてるんじゃねえか。まあ泣きたい気持ちもわかる。俺も人のこと言えねえよ。だがよ、いつまでもうじうじ泣いてんじゃねえぞ。なんたっておめえは俺の息子なんだからな。ああ、なんだ、そのダメだ、まとまらしねえや。とにかく元気で暮らせや、そんだけだ。じゃあな。最後だけマジなフリしたって説得力ねえってな。フリではない。あの時ジェクトはすでに覚悟を決めていた。覚悟？ジェクトはいつでもザナルカンドの家に帰ることを口にしていた。風景をスフィアに収め続けたのは帰ってからお前に見せるためだ。しかし旅を続け、スピラを知り、ブラスカの覚悟を知り、そう前に進み続けるうちにジェクトの気持ちは変わった。ジェクトはブラスカと共にシンと戦うことに決めた。帰るの諦めたってことか。覚悟とはそういうものだ。なんとなく分かった。親父はザナルカンドに帰る方法が見つからないから覚悟した。本当は帰りたかったけど帰れないから覚悟を決めた。そうしないと前に進めなかったんだと思う。それにもし帰る方法を見つけたとしても途中で仲間と別れるなんてできなかったと思う。さて出発するっすよ。諦めが覚悟に変わったような気がした。おい、なんすか。ジェクトはお前を愛していた。な、気持ち悪いこと言うなよ。しかし愛し方が分からなかったと言っていた。親父の話はもういいって。これだけは伝えたかった。そりゃどうも。ありがとう。こんにちは。見てくれよこれ。いつも俺一人が留守番なんだよな。ああ、はいはい、首が痒いんだな。よかったな。よくわかるな。ああ、チョコボの気持ちがなんとなく伝わってくるんだよね。もしかしたら俺騎兵よりもこういう方が向いてんのかもな。なあ、俺どっちの仕事が向いてるかな。そうか、俺もそんな気がしてたけど、こりゃちょっと真面目に考えてみるかな。
ルチル隊長怒るかな。エルマンバカにする。何が起こるか分からん。準備は怠りなく、だろ。ん？ニコニコ旅すんだろ。うん、そうだね、頑張るよ。やっぱよ、こんな暗い気分になる結婚って変だよな。今さらやめろよ。へん、俺はガキの頃から優柔不断でよ。あ、開き直ってるし。ひっひーんってなもんだ。自分の人生のこと。リンの野郎、こんないい場所を独占しやがって。婚礼のお祭り騒ぎ。ん？なんだ？おお。ユーナ様はシーモア老子とご結婚なさるとか。まずはおめでとうございますと申し上げておきましょう。しかしいささか残念ですな。ユーナ様ならシンを倒して渚を招いてくださると思うたが。ユーナは結婚しても旅はやめないってさ。おお、それはそれは素晴らしい覚悟ですな。ユーナ、思い詰めてるわね。笑顔練習中。うん、頑張るっす。笑顔。うん、ユーナ様、お迎えに参上いたしました。こんなに早くにお返事をいただけるとは、全くもって予想外の出来事。何も告げずに留守にしたこと、シモア様に成り代わり。それはいいんです。一つ聞きたいことが。
何なりと。私、結婚しても旅を続けたいんです。シーモア老師は許してくださるでしょうか。それはもう、シーモア様もそのつもりでいらっしゃいます。行ってきます。さて、グアドのしきたりがありましてな、皆様はもう少しだけここでお待ちください。ほどなく迎えをよこしますゆえ。あの、ガードはいつでも召喚士の味方だ。好きなようにやってみろ。はい。悪かったな。ん？お前のセリフだった。ユーナ！了解っす。あー、アルベド族だ。任せろ。かたじけない。ユーナ様、デーッグ、ギャヤヌハヌ、よみうだわみせら。魔法庫、召喚獣庫、空気を寄せたうげ。通訳、魔法と召喚獣を封印しちゃうって。たしやねえ。
ユーナ様。デーッカー、叩きし、耳打てるアナハ。マサキ、ユーナをガードし、ハッサーナ。ユーナマガミギョウズ。インハブヤコーアナ、ガミギョウズ。ゴハスゴ、キナメネアナハ。ガードになったって言っちゃった。仕方ないよね。なんでアルベド族の言葉知ってんだ？なあ。私アルベド族だから。あれ、私の兄貴知ってたのか？うん。なんで黙ってた？あんた怒るでしょ。最悪だぜ。ハン・エボンのアルベド族と一緒だなんてよ。私たちはエボンに反対なんかしてないよ。お前ら禁じられた機械を平気で使ってんじゃねえか。分かってんのか。シンが生まれたのは人間が機械に甘えたせいだろうがよ。証拠は、証拠見せてよ。エボンの教えだ。曲もたくさんある。答えになってない。教えってさ、もっと自分の頭で考えなよ。じゃあ教えてくれ。なあ、どうしてシンは生まれたんだ？それは、わからないよ。けっ、エボンの教えをバカにして結局それかよ。でも、教えだからって、何も考えなかったらこのままだよ。いつまで経っても何にも変わんないよ。変わんなくてもいいんだよ。シンが復活し続けてもいいの？もしかしたらそれ、止められるかもしれないんだよ。俺たちが罪を償い切ればシンは復活しない。どうやって償うのさ。教えに従って暮らしていればいつかは償えるんだよ。なんか話にならないね。リュック。え、これは動くのか？うん。あれに乗ろうってのか？まさかアーロンさんもアルベドじゃないだろうな。変だよ、ワッカ。何が？リュックがアルベド族だって分かったら急に怒るなんてさ。ここまで仲良くしてただろう。そりゃ、お前。俺、スピラのことはよく知らないけど、アルベド族がどんな人たちなのか全然知らないけど、リュックはいい子だと思う。リュックはリュックだよ。ルー、アルベド族を知るいい機会、そう考えてみない？け、放っておけ。簡単には受け入れられない。ごめんね。あんたが謝ることないわ。さて、行くっすか。運転できんの？ヒマリには負けられないっす。ワッカのこと嫌わないであげてね。大丈夫だって。ありがとう。ルルはリュックのことどう思う？私？そうね、見ていて飽きないかな。そんだけ。悪い子じゃないわ、それはわかる。だろ？ワッカもさ、それは分かってると思うんだよな。うん。ワッカも頭固いよな。エボンの教えってそんなに厳しいのか？教えのせいだけじゃないわ。え？あいつがアルベドを嫌うのはチャップのことがあったから。ああ、機械の武器使ってたんだっけ？で、やられたんだよな。みんな真のせいか。そうやじ。何？ああ、こっちの話。あのさ、シンって誰かが変身するものなのか？そんな話聞いたことないけど、どうして？なんとなく、シンは罰であると同時に私たちの罪が形になったもの。な、結局わかんないってことか。考える必要あんまりないから。逃げるか戦うか、
選ぶだけで精一杯よ。あんまり深いこと考えない方がいいわ。なんかさ、いいのかそれで。やっぱりあんた本当に芯のない世界から来たんだね。お待ちなさい。ここはアルベド族が来て良いところではありません。この娘はユーナのガードだ。アルベド族がガードですと、信じられませんな。私はユーナを守りたい。誰にも文句は言わせない。そういうことだ。ガードに血筋は関係ない。いや、やむを得ませんな。